おはようございます。 NCL の原豊はいと申します。マイク大丈夫ですかね。はい、インターネットで Y 原という名前でやっています。で、松江県じゃないね、島根県松江市の、ネットワーク通信研究所という会社で働いています。これは私のブログで、これを見てもらえば大体どんなことに興味あるかが分かるかもしれません。スプラトゥーン2とかですね。最近だと。で、弊社からは今回のリビ会議では4つの発表があります。1つは昨日の前田さんのテキストエディターの話で、あと、午前中の松本さんの話、それから僕の話と、明日の最後ぐらいの枠に、川さんの Ruby と教育の話があります。で、もう一つ宣伝ですけど、私の本が、スポンサールームの書籍販売コーナーで売っているので、よかったら買ってください。これ一旦絶版になったんですけど、その後電子書籍とオンデマンド販売として復活しているので、まだ買うことができます。で、リビー会議で発表するのは、もう5回目ぐらいになるのですけど、いろんな話を、直近では2015年に関数型言語を作ろうという話をしました。で、いろんなテーマがあったんですけど、共通しているのは自分で使うものを自分で作るっていう話で、今日も DX オパルというやつを作ってみたっていう話を半分して、その後は、その中で WebAssembly っていう最新技術に触ってみたので、Ruby と WebAssembly という組み合わせが考えられるのか、あるいは考えられないのかっていうのをちょっと考えてみたという発表になります。で、じゃあ最初に DX Opal の紹介をしたいと思います。Opal という、これは僕が作ったものではないですが、Ruby から JavaScript のコンパイラーっていうのがあります。今回の Ruby 会議では Opal の関係の発表が2つあって、1つ目は昨日のヨウジャンさんの Ruby on Browser という発表がありました。で、Opal を知ってる、名前聞いたことあるっていう人どれくらいいますか。じゃあ Opal を使ってみたっていう人どれくらいいますかね。そう、だいぶガクッと手が減るんですけど、Opal は、僕はすごい大事なものだと思っていて、今回トークが2つしかないのも少ないなと思うぐらいで、で、なぜオパールを使わないかっていうのは単純に知らないからかもしれないし、あるいは JavaScript と比べるとさすがにライブラリが少ないからかもしれないし、あるいは最近は JavaScript のどんどんいい言語になっているので、それで満足しているのかもしれないですね。ですが、僕にとっては、JavaScript の代わりに Ruby が使えるっていうのはすごく大きくて、別に JavaScript が嫌いなわけではなくて、どちらかというと好きな部類に入るんですけど、ただ Ruby が一番長い時間使ってるので、一番やっぱ、流暢に書けるんですよね。今、裏のセッションで話してるマネさんが昔スライドで書いてたんですけど、脳のキャッシュに乗っているっていう表現をされていて、例えば、JavaScript を書いてても、Ruby のハッシュとか、イニューメラブルの便利なメソッドとかが欲しいな、これがあったらもう一瞬で書けるのになって思うことはあったりして、で、JavaScript でできることっていうのは、年々どんどん増えていって、ウェブアプリだけでなくて、例えば Electron を使ってデスクトップアプリを作ったりとか、
コルドバを使ってモバイルアプリを作ったりとか、いろんなことが JavaScript でできるようになっていますが、オパールがあれば、このいろんなことっていうのが Ruby でもできるようになる。で、それは僕にとってはとても大きなことだと思っています。で、今回はオパールを使って、ブラウザ用のゲームとか、ブラウザで動くビジュアライゼーションとかをやるライブラリが欲しいなと思っていて、それを作ってみたという話です。名前は DX オパールといって、DX というのがどこから来たかというと、DX Ruby っていう Ruby の Windows 用のゲームライブラリがあって、これが2009年からやってるすごい長いプロジェクトなんですけど、DX Ruby のいいとこは API がちょうどいいんですよね。ゲームのライブラリの API を設計するのと結構難しくて、低レベルにしすぎると簡単なものを作るのにもすごくたくさんのコードを書かないといけない。けど、ハイレベルにしすぎると使い方を覚えるのに手間がかかってしまうのですよね。で、DX Ruby はその辺のバランスがとても良いと思います。で、その API を眺めているうちに、ふとこれオパールでも移植できるんじゃないかと思いついたのが DX オパールです。で、すいません。ちょっと先にデモをさせてください。最初のデモをやります。こんな感じが、今、DX オパールで書いたサンプルを動かしているところですが、これの元となった Ruby のコードが、これです。最初に require DX オパールって書いて、あとは、ドローサークルフィルとかいう命令を書くと画面に丸が出たりするっていう感じですね。で、例えばここのグリーンをレッドに変えて保存してこれをリロードすると赤になると。これは Ruby でさっき変えたやつがJavaScript にオパールによって変換されて、ブラウザの中で動いています。で、戻りまして、オパールのライブラリをどうやって作るのかっていうのを雰囲気だけ紹介したいと思います。まず、DX Ruby の API はこんな感じで、例えば丸を書くときは、ドローサークルっていうメソッドを呼びます。で、これをオパールで移植したかったら、まず、ウィンドウっていうクラスのドローサークルメソッドっていうのを用意します。で、問題はこの中身ですよね。ブラウザではキャンバスを使って絵を描くので、この中でキャンバスで丸を描くっていうのを描きたいと。で、それをどうするかですが、オパールでは%x という特別な記法があって、この中には JavaScript を直接書けるっていう仕様になっています。で、ここでキャンバスのアークメソッドとかの API、キャンバス API を使うことで、Ruby とこのキャンバスの橋渡しをしています。で、DX Ruby どれぐらいできてるかですけど、ゲームに必要なものは大体移植してあって、一番下の3つ NA になってるやつは、3D 関係とかで、僕自身はサポートの予定がないですけど、技術的には多分 WebGL とか使えば移植はできるかもしれないです。プルリクエストをお待ちしています。で、二
二つ目のデモですが、これは、スライドを作るのの現実逃避で、ちょっと物理演算を入れてみたんですけど、すごい可愛い動きをね、しますよね。見ました。最後ちょっと怪しいんですけど、これバグなんのかちょっとまだ切り分けできてないんですけど、これは Matter.js っていう JavaScript の物理演算のライブラリがあって、これがすごく使いやすそうだったので組み込んでみたという形です。この座標の計算を Matter.js がやってて、オパール、リークスオパール側で座標をもらって描画をやってるっていう組み合わせです。そっか、すいません。もう一個デモがあったのを忘れていました。簡単なゲームなら作れるっていう、おっと。ちょっと。おぉ。ちょっと今日調子が悪いみたいですけど。これも音は DX オパールのサウンドクラスで鳴らしていて、下回りは Web オーディオになっています。で、DX オパールのセールスポイントがもう一個あって、Ruby をインストールしてない人でもゲーム開発ができるっていう売りがあります。で、そのデモをやります。ちょっとFirefox がいるんですけど、GitHub に ZIP があるので、それをダウンロードしてきて、この index.html っていうのを Firefox で開くと、こういうのが動いて、で、同じフォルダに main.rb っていうのがあるので、これをですね、例えば色とかを適当に変えて、保存して、で、さっきの Firefox でリロードすると、色が変わると。で、これはサーバー側を全く使っていなくて、全部がブラウザの中で動いています。この左上をよく見ると、これファイルコロンコロンになってて、このファイルだけで完結しているんですね。さて、これはどうなっているでしょうか。ZIP の中には index.html と、さっきの main.rb と、あと、dxopal.min.js っていう3つぐらいのファイルしかないんですけど、この仕掛けはですね、この JS ファイルに仕掛けがあって、この中に、opal の全部が入ってるんですね。opal は Ruby から JavaScript のコンパイラで、opal 自身は Ruby で書かれているので、opal 自体を全部 JavaScript にするっていう裏技が使えるんですね。デフォルトだとオフになってるんですけど、リクワイヤーオパールパーサーっていう特別なのでオンにした時だけこの全部いるモードになるようになっています。で、学校のコンピューター室とかで自由にソフトウェア入れられない環境とかでも、なんか使えたらいいなっていう思いがあって、こういうのをちょっと考えてみました。あとは、まあ、ロマンですね。で、DX オーバールの今後ですけど、僕は宣伝があんまり得意ではなくて、年々なんか自分で使えるようになったから、まあ、いいかなって、とりあえず置くだけ置くけど、まあ、自分で満足してしまうパターンが多いので、その宣伝をやってくれる人がいると嬉しいですね。
まあ、ゲームを作ってくれたり、記事を書いてくれたり、あと、ウェブサイトをきれいにしてくれる人がいるといいですね。で、触ってるうちでなんか質問とかあれば、OpalRBJP っていうチャットが、日本語のチャットがありますので、もし、日本語でなんか聞きたいっていうことがあれば、このスラックに参加してみてください。もちろん DX オパール以外の質問でも大丈夫です。で、DX オパールの次のバージョンは 0.4.0 なんですけど、これまだリリースしてなくて、というのは、当たり判定の処理の実装移植がまだ分かってなくて、大きな理由はこのスライドを書いてたからなんですけど、ということで、ここが、この話を次はしましょう。DX Opal と WebAssembly について。DX Ruby には Sprite っていうクラスがあって、これが移植したい対象になるんですけど、Sprite っていうのは、画像とその XY 座標をひとまとめにして、あと当たり判定の機能を加えたものです。さっきのリンゴのゲームだと、リンゴとかプレイヤーとか爆弾がそれぞれ一つのスプライトのインスタンスになっています。これがあると、スプライトのドローメソッドを呼ぶだけで、画面の、指定した位置に画像が出るので、ゲームとかすごい作りやすくなっています。で、当たり判定の処理っていうのが結構計算が多くて、ここがボトルネックになるんですよね。DX Ruby の当たり判定の仕様は結構リッチで、それぞれのスプライトが点か円か四角形か三角形の当たり判定エリア、ヒットエリアですね、を持てるのになっている。で、あと、拡大とか回転する機能があるので、回転したりすると、そこ、まだ当たり判定もそれに沿って回さないといけないんですよ。で、これがオパールだけだと、ちょっとボトルネックになって、オパールは、ほとんどのケースでは問題ない速度が出るんですけど、こういう計算をめちゃめちゃするみたいな時は、JavaScript より少し遅くなります。なんでかっていうと、例えば、この、X1、X2、X3 を足して3で割るっていう計算が上の Ruby のコードで、これをコンパイルしたら JavaScript でも同じになりそうな気が一瞬しますが、Ruby のプラス記号って文字列を足すのにも使われるし、配列を足すのにも使われるんですよね。だからそういうのをちゃんと再現しようと思うと、足し算は、この、何らかの関数呼び出しとかにしてやらなくといけなくて、まあ、これが大量にあると、当たり判定みたいに大量にあると、まあ、ボトルネックになるということですね。で、ここで WebAssembly が使えないかと考えました。というのは、アセンブリーってついてて早そうだったからです。で、WebAssembly がどういうものなのかを調べてみました。まず、最近ではいろんな言語が JavaScript にコンパイルされるようになっています。で、そんな中で、2012年に始まったプロジェクトで MScript10 というのがあります。これはですね、C 言語を LLVMIR を介して JavaScript にしてしまおうっていう野心的なプロジェクトで、これは、もう、ユニティのゲームが変換できるぐらい、よくできてるんですけど、これのプロジェクトで、分かったことで、JavaScript にコンパイルするのは、大変だねっていうのが、分かって、大きく2つの問題があるんですけど、一つ目は、パフォーマンスプレディクタビリティって書いてたんですけど、
どういう JavaScript を書いたら早く動くのかっていうのが、ブラウザによって違ってしまう。それぞれのブラウザが JavaScript のエンジンを持っているので、で、それぞれで最適化を頑張ってるんですけど、JavaScript は言語仕様が大きいので、こういう書き方をすると、このブラウザでは早いけど、こっちではそうでもないみたいなのが出てきて、それって MScript エンジンにすると大変なんですよね。4種類の JavaScript を出し分けるとかするのは大変すぎるので。で、MScript が出力する JavaScript っていうのは、そんないろんな言語仕様は全然使ってなくて、数値計算がめっちゃ速くて、あと、タイプドアレイがあって、それぐらいでいいんですね。オブジェクトはいらないし、メソッドもいらない。となれば、そういう小さいプログラミング言語があったらいいんじゃないかなっていうので、まず、AssemJS っていうのが出てきました。AssemJS っていうのは、静的片付けの言語で、オブジェクトはないし、メソッドとかもない小さい言語で、どこが JS やねんって思うかもしれませんが、これ見た目が JavaScript なんですね。で、よく見ると、このバリューを0と和を取るっていう、この結果に何の意味がなさそうな行があるんですけど、これが AssemJS のバリュー、この引数の型がイントですっていう宣言の記法です。こういう文法なんです。で、なんでこんな変な文法になってるかっていうと、AssemJS をサポートしないブラウザに動かしたときに、同じ意味の JavaScript になるように、こう、巧妙に設計されているのですね。だから、このプログラムは AssemJS のプログラムでもあるし、JavaScript のプログラムでもあるのですね。で、そういうのがあったんですけど、その後でもう一個問題があって、それは出力する Unity のゲームとかを JavaScript に変換したときに、サイズがすごくでかくなるっていう問題がありました。で、そうすると、まあ、ダウンロード時間とかは GZIP でマシンになるんですけど、取ってきたやつをパースした後、最適化をかけたりとかする時間がバカにならなくなってきたと。で、この問題を解決するのが WebAssembly です。これは、バイナリーのフォーマットなので、全体的にサイズが小さくなって、で、ダウンロードも早いし、パースもバイナリーなので早くて、あと最適化も、このバイナリーにする時点である程度終わってるので、早いっていうことらしいです。で、今の話をまとめると、2つの問題があって、AssemJS は問題1を解決して、WebAssembly は1と2両方を解決したっていう図ですね。で、WebAssembly はすでにいろんなブラウザでサポートが決まっているので、これからが楽しみな技術です。で、これを DX Ruby に載せてみたんですね。というのは DX Ruby が C ので書かれているので、ちょうどいいかなと思って。ただしですね、DX Ruby 全体を WebAssembly にするのはできなくて、なんでかっていうと、C 拡張なので Ruby の配列とかを受け取る仕様になっているのですね。なので全体を持ってくるのはちょっと大変そうなので、一部だけを持ってくることにしました。これが、元の C のコードで三角形同士の当たり判定を計算する
コードです。C のプログラムで、これを WebAssembly にしたのが、これですね。ちょっと下切れてますけど。で、デモをやります。よいしょ。これ、オパールで当たり判定しているのが、FPS26 ぐらいで、これ、WebAssemblyにすると、52ぐらいになると。で、おーってなったところで、あれなんですけど、重要な話として、WebAssemblyの実行速度は、JS とそんなに変わらないというか、早くしたいっていう設計ではないよっていう話があってですね、実際にやってみると、45ぐらいで、JS 版が52とかで、実は JS で十分じゃないかっていう。結果になりました。ね、これでめっちゃ早くなってたら、ね、ストーリーとして綺麗だったんですけど。でですね、なんで、こうなるかっていうと、そもそも WebAssembly の課題設定は、サイズを小さくして、労働時間を早くするっていうことで、実行については、AssembJS とかとそんなに仕様は変わらないのですね。で、それを踏まえて、WebAssembly が RubyEast の生活を変えるのかどうかっていうのをちょっと考えていました。例えば、リアクトの代わりに Ruby 使うような未来が来るのかと。実際 WebAssembly のサイト、公式サイトを見ると、将来的には C 以外の言語もサポートするよと書いています。で、今んとこサポートされているのは C と C プラとラストの3つで、Ruby はまだサポートされてないのですね。なので、WebAssembly の用途として、今できることと今後できるかもしれないことに分けて考えてみましょう。で、まず今できることですけど、これは例えば、オパールと WebAssembly を組み合わせるっていうケースで、まあ、DXRuby がこのパターンですね。で、DXRuby の場合は残念ながら、速度があんまり変わらなくて、JS でいいじゃんっていうことになったんですけど、これは、元の C プログラムが JS にするのが簡単だったからなんですね。ので、これを逆にすると、WebAssembly じゃないといけないケースがわかるかなと思っていて、例えば元の C のコードがすごく長くて移植が大変である場合。で、あるいは元の C のコードがすごく複雑で触りたくない場合、暗号とかですね。あと最近 WebUSB っていう企画があるらしくて、USB っていうのは、ハードプリンタとかをこう、つなぐときに使う、あの USB なんですけど、それがブラウザに乗るっていう話があって、そうするとドライバーがなくても、ブラウザがあれば、印刷ができるみたいな未来が来るかもしれないんですけど、ドライバーのコードとか移植大変そうだなと思いました。で、三つ目は、元の C のコードは、この変更が激しい、頻繁に変わるときですね。で、この3つぐらいが今の考えられる用途で、で、次は、もし Ruby が WebAssembly に乗ったらどうなるかっていうのを最初考えてたんですけど、ちょっと気づいたんですけど、そもそも乗せるのが難しいんじゃないかっていうのが、
ここ2週間ぐらい考えた結論で、で、なんで難しいかっていうのが4つぐらいの問題があります。まず1つ目は Ruby がとても動的な言語であるということ。例えば、実行時にコードをパースして動かすようなインスタンスイバルとかの機能があります。で、こういう、これの対処法としては、Ruby の処理系の全体を WebAssembly に変換してしまうっていうパターンか、あるいはこういう動的なのはサポートしないって決めるかのどっちかになるかなと思います。で、2番目の問題は、これが結構大きいんですけど、動的言語を静的言語にコンパイルするっていうのがそもそも難しいんですよね。例えば Ruby を C に変換するツールとかってそんなに効かないですよね。というのは、Ruby の変数は X であったら整数なのか文字列なのかどっちでも入れられるわけですけど、静的型言語だとまず数値の X というものがありますっていう宣言をするしてメモリを確保するので、そこをどうするかっていう問題があります。で、解決策としてはまず全部をストラクトでラップしてしまうっていう方法があるんですけど、これは多分めちゃめちゃ遅くなるので実用的かどうかはちょっとあれですね。で、二つ目は最近話題の上がっている型推論とか型注釈でを生かすっていう方向で、三つ目は Ruby じゃなくて Ruby に似た静的型の言語があればそれは変換ができるかもしれない。例えばクリスタルですね。クリスタルの話はちょっと後でもう一回しますが、で、問題の3つ目はランタイムをどうするかっていう話で、例えば WebAssembly からはネットワークとかが直接触れないのですね。JS の API を経由する必要があって、そうするとネット HTTP とかのライブラリはこう手動で何かしら移植してやる必要があります。で、4つ目は GC の問題で、これは、さっきの処理系全部を載せるようなパターンには関係ないかもしれないですが、ガベージコレクションが WebAssembly では今のところまだサポートされてないっていう話があって、さっきのクリスタルとかは、これの問題が一つのブロッキングイシューになっています。で、まあ、ここまで見てきて、WebAssembly を Ruby に載せる、Ruby を WebAssembly に載せるっていうのは、結構難しそうだなっていう気分になってきたんですけど、そもそもやりたかったのは、Ruby をブラウザで動かすっていうことなんですよね。で、その用途には既に Opal があるので、まあ、Opal を使うのがいいんじゃないかっていうことをですね。これ以上、未来を待っていても、WebAssembly でこう、画期的になんか良くなったりするわけではなさそうなので、Ruby でクライアント側のコードを書きたいっていう人は、Opal にはそういうウェブのフレームワークがたくさんあるので、そういうのを見てもらうのがいいんじゃないかなと思います。まとめです。今日は、DXOpal という Ruby でブラウザゲームを作るやつの紹介をしました。で、それをきっかけに WebAssembly というものと、Ruby の関係について考えてみました。で、結論としては、まあ、どうも銀の弾丸ではなさそうなので、そういう未来に興味がある人は、Opal を触ってみるのが良いのではないでしょうか。
ということで、発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。And thanks for great speech. And we have question time about 5 minutes. If you have any question, please raise your hands. もしご質問あれば、手を挙げて何か、聞いてみてください。何かある方いらっしゃいますか？あ、じゃああちらの方。ありがとうございました。今結論として、今だオパールを使うのが Web デルビー使いたいならいいという話でしたけど、僕もオパール結構好きで使いたいと思ってるんですが、ぶっちゃけかなり使いどころがないなっていうのが現状というのは、やっぱり結局 JS でなんかそこそこのものを作りたかったらライブラリを使わなくちゃいけなくて、既存の。で、それが使えないのが痛くて、で、ちょっと前にボルトっていうのがあって、それにかなり期待してたんですけど、ちょっと開発止まっちゃったっていうのがあったので、あと公式のビエナっていうなんか MVC のフレームワークがあったと思うんですけど、それもなんかあんまり今、更新されてないんですよね。で、それでまあライブラリ自分で作れよって言ったらそれまでなんですけど、まあ結局それでオパールを使おうかなっていうのぐらいだったら JS で書けちゃうっていう状況なので、どの辺がなんか使いどころなのかなとか、あとなんか便利なライブラリとかがあれば教えてほしいなっていう感じです。難しいところですね。ボルトをね、期待してたんですけどね。ですよね、あれ良かったんですけどね。JavaScript の側もどんどんフレームワークの世代交代があるじゃないですか。はい。バックボーン JS から、なんか Vue.js とかになって、React になってっていう。はい。から、それに巻き込まれてるのかなっていうのが、ちょっとありますけど。jQuery は使えるので、ますよね、Opal で。そうですね。なので、それぐらいだったら、まあ、使えるかなって感じですかね。うん。うん。ただ、用途としては、はい、クライアントでややこしいことをしたいときが、僕はやっぱオパールが使いたいなって思うときですね。ああ。なるほど。からゲーム作るとか、そういうですね。ああ。確かに。まあ Ruby で書いた方が慣れてるし書きやすいし、複雑なこともしやすいような場面。うん、僕にとってはそうですね。うんうん、あとビジュアライゼーションとかで。ああ、なるほど。JSON を取ってきた後、イラストにするのに、Ruby の命令が欲しいなって思ったりすることはありますね。あ、じゃあ組み合わせて、もうオパールだけとかじゃなくて、一部をオパールにしたりとかもしてるっていう感じなんですかね。今の話だと。DXO オパールの場合は、もう描画のとこまで全部。ああ、はい。なるほど。わかりました。ちょっと、それを参考にいろいろ。考えてみます、はい。ありがとうございました。なんか良い使い道があれば教えてください。はい、わかりました。ありがとうございます。Thank you. We have more few minutes. One or two questions. あちらの方ですね。どうもありがとうございます。ちょっと途中から来てちょっと聞き逃しちゃったかもしれないんですけど、Web アプセンブリーがオパールから使うのがあまり使いどころがないっていう話だったと思うんですけれど、何ですか、オパールでインテジャーが、まあ、JavaScript のインテジャーがないので、オパールでその Ruby のインテジャーがインテジャーじゃないっていう問題があるんですけど、あるのは多分ご存知だと思うんですけれど、その辺を、なんか Web アセンブリーの型付きの、数値型を使うとなんか解決できそうかなっていう気がするんですけど、その辺なんかアイデアとかあったりしますか？オパール側の変数には型がないですよね。はい。そこをどうするかっていう話になるのかなと思います。あんま型はないっていうか、多分Ruby のクラスとしてはインテジャーがあるわけじゃないんですけど、インテジャーがなくて、ニューメリックみたいなタイプがあったと思うんですけれど、で、インテジャーのそのクラスが実質オパールになくて、まあ、それは JavaScript の方にインテジャーがないからっていう話だと思うんですけど、そこを Web アセンブリーでインテジャーが、オパールにインテジャーのクラスを実装すると、なんか、いい感じにできないかな
なんかちょっと考えたりするあれですね、Ruby にはフロートとインテジャーでクラスが分かれてるけど、はいはい、JavaScript は分かれていなくて、はい、現状のオパールはそれに従って、分かれていないっていう話ですね。分けたいですか？なんか割り算とかするとフロートになっちゃうので。仕様がね、1÷2 って書いたときちょっと仕様がね、はい、違うんですよね、オパールは。ただ、うん、オパールが Web アセンブリを吐くようになるかっていうのも可能性ちょっと考えたんですけど、はい、オパールの作りは Ruby のオブジェクトを似たような JavaScript のオブジェクトにマッピングするっていう形で作られているので、はいはいはい、Web アセンブリはちょっと言語仕様が違いすぎて出力させるのは難しいそうでした。あ、なるほど。はい、ありがとうございます。Thank you. Then it's just time. Please, round of applause. 大きい、改めて拍手をお願いします。ワイハさん、ありがとうございました。